はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、健康でお悩みのあなたに健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、甘酒は酒粕の甘酒、米麹の甘酒、どちらがおすすめですかという話をさせていただければと思います。はい、なぜこの話をさせていただくかというと、前回の動画でですね、私は疲労回復にはビタミン B 群を取るといいですよ、ビタミン B 群を取るためには甘酒がおすすめですよっていうお話をさせていただいたんですね。でそこで、言い忘れたことがありまして、甘酒って2種類あって、こっちがおすすめですよっていうお話をですね、し忘れたんですね。なのでちょっとここでお話しさせていただければと思います。なので前回のですね、疲労回復にはビタミン B 群がおすすめですよっていう動画はありますので、それを見ていない方はですね、まず前回の動画見ていただければと思います。下にリンク貼っておきますので、まずそちらから見ていただければと思います。でそこで、じゃあ甘酒で、甘酒は酒粕と米麹どっちがおすすめですかっていうようなお話なんですね。でまず甘酒って酒粕由来と、米麹由来、2つあるってご存知でしたか？はい、2つあるんですよ。一般的なのが、一般的によく神社とかで初詣とかでもらえるやつ、あれは酒粕の、甘酒でしょうね。はい、甘酒でしょう。なぜかというと米麹のものはちょっと手間がかかるので、酒粕の甘酒だと思います。はい、でどちらもですね、ビタミン B 群に関して言うと、豊富に含まれているので、どちらでもいいっていうところは言えるんですけども、違いとしてはやっぱりアルコールが入ってるかどうかっていうところも違いとしてありますよね。酒粕の場合は少しアルコールが入ってるので、なのでアルコールに対してこうアレルギー症状があるとか、アルコールがもう全く体に受け付けないっていう方は、酒粕の、甘酒はちょっと避けた方がいいのかなっていうところですね。でそこで本当飲酒運転になっちゃったりとかしたら大変ですからね。はい、分解ができない、できにくい方とはですね、注意していただきたいんですけど、でそこであとは砂糖が入ってるかどうかっていうところなんですよ。で酒粕の甘酒っていうのは甘くないです、甘くないです。なので砂糖を入れて甘くしている場合が多いんですね。なので神社とかで出しているものっていうのは砂糖が入ってる可能性が大というか絶対入ってますよね。はい、なので私はやっぱり米麹の米麹の甘酒をおすすめしますね。なぜかというと米麹の甘酒っていうのは米麹由来の甘みがありますから、砂糖入れる必要ないんですよ。砂糖入れる必要ないので、体にいいものとして取るわけですから、砂糖が入ってない方がいいですよね。自然な甘みで、飲めるっていうような形ですね。なので酒粕の方の甘酒は、砂糖入れなくって、飲むこともできるかもしれないですけど、やっぱり飲みにくいですよね。なのでやっぱりこう健康のために定期的に飲むっていうことでしたら、私は米麹の、甘酒の方がおすすめしますね。ただ酒粕の甘酒の方が作りやすいんですよね。はい、ただ溶かしておしまいですから。で米麹の甘酒っていうのも作りにくいことはないんですよね。簡単ですよ。米麹を本当にお湯と混ぜて、60度ですかね、60度のお湯と混ぜて魔法瓶に入れとけばいいです。炊飯器でも作れますけど、炊飯器で作れば完璧ですけど、うちの場合はもう魔法瓶に入れて60度のお湯と混ぜてですね、やればもう一晩でできますから。はい、そんな形で作っていただくといいのかなというふうに思います。はい、前回の動画でも貼り付けておいたんですけども、おすすめの、甘酒ですね、もうできたものっていうことも貼っておきますし、かつ私がうちで作っている甘酒っていうのは米麹から作っています。米麹とお湯を混ぜて、本当魔法瓶に入れて放置しておけば作れますから、そしていただくと、本当に生きたこう甘酒ですよね。酵素がですね、こうどんどん分解して本当に生きた甘酒を飲むことができますから、私は一番やっぱりそれがエネルギッシュなのかなというふうに思っていますね。なのでおすすめの甘酒と、あと私が使っているおすすめの、米麹もですね、載せておきますから、作るのはちょっと大変だなっていう方は、作られた甘酒を飲んでいただいて、作ってみたいという方は米麹からですね、作っていただければと思います。すごい簡単ですからね。はい、ヨーグルトメーカーとかでも作れますよね。はい、そんな形でですね、甘酒は酒粕と、米麹どっちがおすすめですかっていうところで、米麹の方がおすすめですよっていうところと、作り方は簡単ですから、ぜひ作ってみてください。作るのが、大変っていうふうに思われる方は、既製品を買っていただいてもいいのかなっていうところに
になります、はい、もしご質問とあれば下にホームページのリンク貼っておきますので、ご質問ください。おすすめのもの貼っておきますので、そちらもご覧ください。またですね、今後も健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。はい、本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。